はい、どうもダラマニム DB です。今回はね、まあ、ついにね、このミルクチョコ界隈震撼させる、もうやばい、もうとにかくやばいね。まあ、見てもらったらみんなわかると思うんですけど、まあ、このランキングのところからね見れると思うんですけど、一般戦のね、トータルランキング見てほしい。うん、ついに一体のキャラクターで経験値1000万超えるね、プレイヤーが誕生したというわけでね、まあスカさんなんですけど、うん、いつも周回してくれてるね方なんですけど、ついに1000万超えましたね。8桁というわけで、うん、もうこの2位のヌアさんいると思うんですけど、リーコンの方と、もうダブスコも2倍ぐらい差つけてね、ついに1位になった。まあ前から1位だったんですけど、まあ1000万超えたというわけで、これすごいですよね。正直1000万やばいで、ほんまに。しかもスピードがやばいからな。うん。めちゃくちゃ上がり幅があって、今一番勢いある。間違いなく。うん。まあね、この写真、999万の時にね、まあ送ってもらった写真しかないんですけど、一緒に1000万達成することはちょっとね、してくれなかったっていうか、時間が合わなかったって感じで、まあね、その瞬間を見ることはできなかったんですけど、まあ、ついに1000万いったというわけでね、まあ、動画にしました。いやー、これやばいですね、正直。うん、自分が今なんぼや、80万ないぐらいやから、何倍ぐらいある？80万やから10倍して800万やから、だから12、3倍あるってことやな、自分の。それがやばいよな、まず。うん、なかなかいけるもんじゃないよ。うん、あ、次のね8桁プレイヤーはね、誰になるのかって感じ。もしかしたらもうね2人目が誕生する前に殺傷するかもしれないですけど、このゲーム。というわけで、まあ短い動画にはなるんですけど、今回まあ紹介がてら、動画にしました。またね、ネタができたら動画にしようと思うんで、まだね見てもらえたら嬉しいです。というわけで、今回はこんな感じで終わっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。 See you.